23日午前9時から午後2時キャッチアップ放送、石田靖とぶらりでしょう。吉本新喜劇でおなじみ石田靖と個性豊かなゲストのぶらり旅をキャッチアップ放送。三重県、滋賀県、和歌山県などを訪ね、地域の魅力、観光スポット、歴史などを笑いと一緒にお届けします。島田珠代と万博記念公園の散策から、最新作の和歌山県新宮市のエピソードを含んだ全10本をまとめて放送。花が枯れて23日午前9時から午後2時キャッチアップ放送、石田靖とぶらりでしょう。お楽しみに。